足にもたっぷりと汗をかく夏は水虫が心配です。そこで水虫のよくある誤解と対処法をご紹介します。よくある誤解としてゴシゴシ洗うことが挙げられます。ゴシゴシ洗うことは逆に足を傷つけて水虫になりやすくなる可能性があります。そして水虫が疑われるときは早めに皮膚科を受診しましょう。塗り薬のポイントは患部により広めに塗って指の間など塗り残しがないようにします。そして皮膚の新陳代謝には約1ヶ月かかるので症状がなくなっても最低1ヶ月塗ることがポイントです。水虫は予防も大切です。足は毎日優しく洗って清潔に保ちましょう。もし水虫になってしまったら早めに受診を心がけてください。